はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は天ぷらっていうことでね、いろんな天ぷらを揚げました。南京、さつまいも、山芋、なすび、れんこん、卵、ゆで卵、鶏天、ちくわの磯辺揚げ、かき揚げ、玉ねぎ入り、玉ねぎなしで、春雨のサラダで、おすまし、で、岩戸の塩と、奈良の大和茶の抹茶塩で、これはね、海の女神って言ってこの前いただいたお塩、それとお醤油、いろんなもので食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。今日腰痛いわ。ちょっとコルセットの位置が低いんかな。ではいただきます。いや、もう揚げた時点でしんどい。天ぷら何行こうかな。鶏天と南京と山芋、なすび、抹茶塩でいこう。うん、抹茶塩おいしい。春雨サラダがまたおいしいの、ピリ辛で。あー、これやば、めっちゃ辛い。子供がピリ辛ハマっとるからね、辛い。この春雨サラダ、うん、美味しいな。うん、なんなん気持ちいい。磯辺揚げ、量が気持ちいい。あ、それ半熟、とろんと出る。これいいかと思ったね。あれ卵、半熟とろり。おいしい、おいしい。辛いわ。卵とウインナーときゅうりと春雨だけが普通に食べられるから、バリバリ、おいしい。辛いやろ。辛ないぞ。うそん、シャッターアートめっちゃ辛いよ。結構辛いな。うん、
辛ない？辛いよ。トラスコープの外から中覗けんねや、怖いな。いや外から見てバレバレやん、覗いてんの。半熟卵の天ぷら塩うん、ドローンおいしい。スマホちゃん、うん、米粉で揚げた天ぷらサクッとカリッとして美味しい。米粉どこにあるの？この汁の米粉や。米粉どこに持ってたの？米粉はあの棚の引き出し、パカンだけど、中の引き出し探しとった言ったやん。お菓子取ったんでしょ、OK、うん、作って俺だけ食うだけやがいいかなと。辛いわやっぱり。米粉で米油だからなかなか油を吸収にくしにくくてね、カロリー低いめの米粉はヘルシーなんだ。この子も米やからね。油は熱もっとトランス脂肪酸に変わるんだけど、米油は何に変わりにくいし、ね、
勝手に食べる。それ誰の定期倒産について手伝ったらいいの。うん、手ぶら、うん、手ぶら、うん、ああいうもんはすぐ穴があるからどうかそんなに指紋つけに入るやつってごめんな、うん、指紋つけへんよ、こっち今のどこに戻すのかをチェックしています。もし、サイトに IC カードを入れていたら、サイトのありかを教えているような音が、うん、IC カードとサイトは似てましょう。やっぱ財布は高いんじゃん。カバン持ってかれてる。正直2くれぐらいやったら俺足追いつくと思う。2くなし正直足遅いと思う。早いやつ早いや。早く。行かすとこ間違ってんの、うん、今日不思議大丈夫、うん、あ、バッテリーが切れそうだ、うん、バッテリー切れたからね、今日のちょっとあちゃんの晩御飯ではこの辺で終わりにしたいと思います。もうバッテリーがやばい、ほとんど黙っとって、うんうん、美味しいビデオ待っとってよ。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。バッテリーギリギリやね。